こです。ちょっと今日ほぼドスピンの状態から始めておりますが、今日は久々にメイクの紹介の動画でございます。それではスタート。本日こちら届きました。昨日発売かな。あんまガタガタしたくないんで開けます。シュー上村のペコちゃんシリーズ、ね、いくつか購入したので紹介していきたいと思います。このサイズでね、分かる方は分かると思うんですが、おなじみのクレンジングオイルでございます。あ、パッケージのさ、内側もなんかいっぱいペコちゃん書いてある。でパッケージちょっとこんな感じ。あ、反射するな、これ。恐れてたことが。ちょっと待って、これで少し反射消えたかな。こんな感じでね、ペコちゃんが書いてあります。こうした方が分かりやすい、もしかしてぼやける。で、ペコちゃんが書いてあるクレンジングオイルですね。まあだからといって何が違うわけでもなく、ほらいつものクレンジングオイルなんですが、あの限定のパッケージの時にね、よく買ってます。今回はね、ちょっと購入したもの少なめなのでサクサクといきます。次にこちら、はい、紫で可愛い。ここがハードフォーミュラー、アイブロウペンシルですね、いわゆる。こちら購入です。もう私何年使ってるかな、何年使ってるか分かんないぐらいずっとアイブロウペンシルはシュウエムラ使わせてもらってます。開けちゃおう、せっかくだからね、レビューだからね。見えるかしら。ここにね、ペコちゃん書いてあるの、すごく可愛いでしょ。ここにペコちゃんが書いてあります。可愛い感じだよね。お店で買ったわけじゃないので、普通に削ってあるだけなので、なぎなたではないですけど、こちらね、いつも使ってるアイブロウと同じカラーだったってね、買ってます。あと次にですね、こちらですね、アイパレット。あ、なんかちょっと思ってた質感と違う。なんか飴とか入ってそうな感じ、飴とかがさ、なんか入ってそうな缶みたいなパッケージだった。ちょっとそこまでチェックしてなかった、ちゃんと。私今回購入したのはこちらのカラーです。そう、ちょうどね、私グリーンが使いたくって、今年ね、グリーンのアイシャドウをあちこちで買ってるんですけど、ちょうどほらグリーンのアイシャドウがあったので買いました。なんかね、お菓子みたいですごくかわいいの。まず先に全部紹介しちゃいますね。こちらリップ関係2本購入してます。まず1本目ですね。かわいい、すごいかわいい、かわいい、かわいい、かわいい。はあ、映しづらい、反射する。難しいな、これ映んないな。わかるかな、わかるかな。チラッと映る。ペコちゃんちゃんと書いてあります。でカラーはまずこのカラーを1本購入してます。絹サテン、すごく使いやすいんですよ。なのでこちら1本と、もう1本がこちらもね、ごめんなさい、カメラにすごく映らない感じで、シルバーで申し訳ないんですけど、こちらはね、さっきと違ってこういうタイプのやつですね。これもね、使いやすいです。
ということで購入したのは以上なんですが、あとねノベリティがついてたやつで、こちらポーチ、なんかもったいなくて開けたくないんだけど開けちゃいますよ。開けるよ私は、転売しないもんだって。あ、なんだろう、こうここのさギザギザがなんかキャンディーとかのパッケージっぽくて可愛い。でここがファスナーになってて、中がピンクです。ほとんど入らないですね。相変わらず最近のシュウエ村のノベリティのポーチは中がね入らない、デザイン重視のものとなっております。ね、去年の年末のあれセーラームーンもね、なかなか中に入らないパッケージポーチノベリティだったんで、今回も入らないけど可愛いからね OK。 あとショッパーね、これ購入開始とほぼ同時に私オンラインですぐ買ったのでゲットできました。ショッパーです。ペコちゃん、これが一番はっきり見えるペコちゃんだ。こんな感じの、これがね今回のモチーフのペコちゃんです。とりあえずねペコちゃん関係は以上です。ちょっとねメイク試したいと思います。皆さんね、今ちょっとね、2本買ったんで器用なことさせていただきました。右半分がこっちですね、で左半分がこっち。どっちもね私は自分にとって使いやすい色だなと思います。じゃあアイパレットいきます。ちょっと目元も右と左で変えてみました。これ消した方がいいかな、わかる、あ消した方がわかる。こっちがこの下の段の真ん中のカラーとこのオレンジが左目、右目がこの使いたかったグリーンとブラウンを目尻に入れてみました。もうちょっとねちゃんとメイクすればもうちょっとなんとかなるかなと思うんだけど、いろんな使い方できそうです。これねすごい可愛い、ヘビロテし、そうヘビロテっていうか今年の夏がっつり使えそうなカラーです。可愛いペコちゃん、ごめんなさい、ちょっとね届いたよっていうのを早く報告したくて、かなり駆け足で動画撮ってしまいましたが、ね、一般発売は、6月1日から、これね先行予約で、買えた分なので、気になる方はねシュウエ村でねぜひ購入してみてください。それではご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。